おー、アツシ。なんだ、つけても払いに来たのか。とりあえずビール。何これ。俺の新作カクテル、ドリスタンとイゾルデって言うんだ。今度のカクテルコンクールに出品しようと思ってな。サービスから飲んでくれ。カクテルなんて飲んでられんかよ。俺はビールが飲みたいの。いつもつけて飲ましてやってんだから、お前たまには協力しろよ。今度持ってくるって。お、うまい。ああ、私も同じのおかわり。大丈夫ですか？いいの。今日は飲む日なの。だいたいさ、何のために貢いでと思ってんの？それがさ、大事な日かなんか知んないけどさ、見られてる方は気づいてんのよ。ところで、その格好は？わかんない。 AV の撮影者とかに決まってんじゃん。だいたいさ、男はなんでナースが好きなんかね。今日さ、撮影中にムカついちゃってそのまま出てきちゃったの。誰が親父のケツの穴なんか舐めるかっつーの。私、桃尻エリカ。結構人気あんだけどな、聞いたことない？おー、ナイス。まあ、二人もこうして知り合えたわけだし、カクテルの感想を聞かせてくれよ。このカクテルさ、トリスタンとイゾルデって言うんだけど、ケルトに古くから伝わる話をモチーフにしてるんだ。トリスタンという勇敢な都市と、アイルランドの王女イゾルデ、この二人が誤って琵琶湖を飲んだことに始まる秘伝の物語でね。ちょっと、何してんの？今、うつうつしてる。わかるでしょ？大丈夫、自信あるから。え？一緒に飲んだ男女が、まるで琵琶湖を飲んだように恋に落ちてしまうような、そんなイメージで作ったんだ。何よ、人を妖怪みたいに。ああ、すまない。なんか、トイレ大丈夫？わけは聞かないでくれ。そうだ、ひみこ、おすすめのカクテルがあるんだ。トリスタンとイゾルデって言うんだ。飲んでみて。あ、美味しい。このカクテル、これさ、姫ちゃんカクテルっていう名前で出したら人気出んじゃない？いや、だからトリスタンとイゾルデって言うんだ。ケルトに伝わるお話をモチーフに考えたんだけど、一緒に飲んだ男女がさ、まるで媚薬を口にしたように恋に落ちていくよ。ですね。今日のライブ最高でした。ああ、姫ちゃん支援隊会員ナンバー102番、サトルです。おお、姫ちゃんお酒飲むんですね。これはピンクのお水です。姫ちゃんはいつでも夢見る16よ。おおマスター、僕にもそのピンクのお水いただけませんか？お前未成年だろ。20歳です。じゃあ証明できるもの見せて。保護者、お兄ちゃんいたらここ来れますよね。あ？お兄ちゃん、今から連れてきます。あ、
したことないわね。ミカさん。どうしたの？隣の住人が毎日セックスしまくれて超睡眠不足なの。今日だって朝からもうあんなの用物だってないわよ。そりゃ災難だな。俺のおごり。ん？珍しいわね。新作のカクテル、トリスタンとイゾルデってんだ。みんなの意見が知りたくてね。ケルトに伝わる古い話をモチーフに考えたんだけど、一緒に飲んだ男女がまるで美白を飲んだように恋に。姫ちゃんメールだにゃん。姫ちゃんメールだにゃん。あっちゃん、姫ちゃん今日お家帰らなきゃいけなくなっちゃった。ごめんね。いいよ。それ代わりちょっとだけお金貸してくんないかな。コンビニ行こう。うん。さあ、すぐ戻ってくるからね。あーちゃん待って。ああいう男大っ嫌い。私も男なんか大っ嫌い。こんなに尽くして貢いでんのに、私の誕生日よりも結婚記念日なんか飛んだバカ。ほんともうふざけんじゃないわよ。違いますね。そうね、男なんて最悪。私なんてもう男性恐怖症だし。こんなナイスバディなのにもったいない。あ、これ整形だから。そう、顔も体も全部。なんで？幼馴染の元彼に捨てられた時にね、なんかいい女になってやろうかなって思って。わかる。私もさ、昼間は予備校の先生とかしちゃってるんだけど、なんか日に日に女捨ててるような気がして、それで AV なんか出てみたんだけど、私を満足させてくれる男なんていないし、女同士の方がまだマシって感じ。マスター、おかわり。ああ、はいはい。このカクテル気に入ってくれた？さっきも言ったけどさ、これトリスタンとイゾルデって言うんだ。ケルトに伝わる話をモチーフに考えたんだけど、一緒に飲んだ男女がさ、まるで美薬を飲んだように恋に落ちるような、そんなイメージで考えたんだよ。大丈夫、自信あるから。一説によるとさ、このトリスタンとイゾルデはあのシェイクスピアがロミエとジュリエットを描くときにモチーフにしたとも言われてるんだ。あの、またお前か。兄貴どうした？携帯の入ったリュック忘れてしまって。あの、姫ちゃんは？ああ、帰ったよ。え？お前、あの子のどこがそんなにいいの？みーちゃんっていう近所のお姉ちゃんに似てたんです。みーちゃんは僕のお兄ちゃんと付き合ってたんだけど、僕ずっと好きで、でも突然いなくなっちゃって。だからお前ずっと俺に嘘ついてたんだよ。だからあちゃんにはずっと言おうと思ってたんだけど。お兄ちゃん、姫ちゃん、お前なんでここにいんだよ。え、あちゃんの弟ちゃん。弟ちゃんのこと別にいいんだよ。だからなんでお前の銀行のカードの名前が田代絹江なんだよ。絹江だからだよ。お前は黙ってろよ。あれはお母さんの名前で。姫ちゃんメールだにゃん。姫ちゃんメールだにゃん。今日やたらと携帯いじってたよな。ちょっと見せて。あ、ちょっと、やめてよ。あ、
今日は二人が結婚して4回目の記念日だね。ご飯作ってカズオと待ってるから、ママ早く帰ってきてね。なんだこれ。お前結婚もしてたの？結婚。なんだよお前いちいち。こんなの、初めて。アチ誰ミカよミカミーちゃんアチに振られた後で全身整形したのよあんたが私の人生めちゃくちゃにしたんだからアチはひどいよお前はさっさと旦那と息子のとこに行け今日は結婚記念日なんだろ田代絹江さん何が姫ちゃんだよ今日が結婚記念日の田代さんって田代アントニオなんでダーリンの名前知ってるの田代アントニオ外人アントニオの息子がカズオ私あの女に負けたんだハハ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 ハウスみーちゃんだみーちゃん私帰るおれもサトル帰ろうぜうんトリスタンとイゾルデ、戻った。また来いよ。トリスタンとイゾルデか。一緒に飲んだ男女がまるで媚薬を飲んだよ。そんなわけないやなマスターのおすすめのカクテルいただきますガキが飲むんじゃねええガキが飲むんじゃねえって言ってんだぶっ殺すぞああ出ていけああお兄ちゃんボケなすかああまたいつもこいつも若い奴はもうおまけに金も払わずつけばっかり飲みやがってからにもWe'll be right back.
こんな大事な時に君がなんやねん。